はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデル広島東洋カープコラボトミカを紹介します。はい、トミカ博のシーズンなのでイベントモデルの方をチェックしていきます。このモデルはトミカイベントモデルの広島東洋カープコラボトミカです。車種の方は RX7 だね。で、ボディカラーは広島東洋カープのイメージカラーのレッドソリッドになってます。で、結構こんな感じで光沢のあるレッドだね。で、フロントの方から見ていくとこんな感じだね。このリップスポイラーの部分はブラックで塗装がされてるんだね。で、ボンネットの方を見ていくとマツダのエンブレムがプリントされてます。で、ボンネットの中央には広島東洋カープのマスコットキャラクターだね。かわいいね。で、ルーフの方から後ろを見ていくとこんな感じだね。で、助手席側を見ていくとドアの中央の部分にカープってプリントがされてあるね。で、この部分には広島東洋カープっていうプリントがしっかりされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。 RX7 のこのテールランプのところはブラックで塗装がされてます。で、運転席側はこんな感じだね。ドアの中央の部分は TEM だからトミカイベントモデルのプリントがされてます。で、この部分は反対側と同じ広島東洋カープのプリントだね。で、後ろの方を見ていくとリアスポイラーの部分はボディと一体形成のダイキャストになってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてるね。内装はこんな感じだね。中の方を見てみるとこんな感じになってます。で、左右ドアの開閉がついてます。で、後ろの方はマツダ RX7 ナンバー94の1999年のシャーシになってます。で、ちなみにこのボンネットにプリントされてるこの広島東洋カープのマスコットキャラクターの名前はカープ坊やっていうらしいね。よく見るキャラクターだったけど名前までは知らなかったね。車種がマツダの RX7 で広島東洋カープだから広島つながりってことかな。ボディカラーのレッドもすごく綺麗な感じになってます。箱の方は正面のパッケージにコラボトミカの写真だね。で、この部分にカープのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこの部分に広島のライセンスシールが貼られてるね。で、裏の方はこんな感じだね。この部分にはマツダのライセンスのプリントがされてます。はい、今日はトミカイベントモデルの広島東洋カープコラボトミカを紹介しました。で、この根強い人気の RX7 の車種にレッドのカラーリングっていうのはすごく似合ってるね。で、プロ野球球団とのコラボトミカでイベントモデルっていうのは過去には横浜ベイスターズとか阪神タイガースとか楽天ゴールデンイーグルスっていうのはあったかな。今後こんな感じで全球団コラボトミカ出るといいね。で、このモデルはトミカ博イン名古屋2018で購入することができました。過去にはトミカ博イン広島でしか販売されなくて今回名古屋のトミカ博で販売されててちょっとびっくりしたね。で、噂では名古屋の会場では品切れしたような情報も出てたのでこれからトミカ博行かれる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。